海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。沖に出た時にこう波が来てひっくり返って結構深いところでこう溺れそうになったことはあります。海のレジャーを楽しむため多くの人が海へと訪れます。ですが海は危険な事故につながる場所でもあります。海水浴場をパトロールする唐津マリン青バイ隊です。水上バイクに乗り唐津の海水浴場を見守っています。浮き輪が流れていったとかですね、それとかパドルサーフィンなんかされてる方が海に出て帰れなくなるとかですね、離岸流が激しいところも海水浴場多いんで、それで過去にも親子連れの方を救助したりとかですね、そういうことがよく起きてます。海に来られた方っていうのは楽しく遊ぼうっていうことで来られるんですけども、海っていうのは綺麗な反面ですね、表層をすぐ変えてしまう、楽しく遊びたいということですから、自分の身は自分で守るのが最大ですけども、とにかくお酒を飲んで海に入らない、それから疲れている時にその海に入らない、であと健康面でですね、何か問題があったらやはりどうかあると思った時はすぐ早く足の届く場所でですね、まあ、楽しんでいただくということですね。波があっても溺れないように思っています。ただ子供が2人いるんで気使いながらですね、常にちょっと目は外さないようにしてます。皆さんも海に行くときには十分な備えをして楽しんでくださいね。海と日本。